イラストは、ケグが担当している。角川スニーカー文庫館、全4巻。本編の完結後、エンターブレインのウェブコミック配信サイト、ファミ通コミッククリアで漫画家作品が連載された。作画は、やとやには、作者発の学園物語。高校の存亡をかけて、イベントで決着をつけることになってしまい。 自分たちの高校を守るために奮闘する学生たちの圧倒的に不利な状況から知恵と意地で勝利をつかむ姿を描いた作品。当作品では切り札を表す英語はジョーカーとしているがジョーカーは本来おどけものを意味する。本来の切り札を表す英語はトランプである。詳しくはトランプを参照。とある地方の三つの町が合併することになり、 その関係で高校の統廃合も行われることになる。ところが、高校の統廃合の方針をめぐっての会議が、泥沼化。合併の方針も棚上げされている状態となってしまっていた。そんな折、合併協議会に参考人として呼ばれていた、奈良山高校生徒会長、沙乙女智江が、終わる、気配のない論争にしびれを切らして、話の中に割り込んだところ、 官僚愛さん、真由子の計らいもあり、高校等配合の決定権を、高校の生徒に委ねることが決まってしまう。その結果、三町の三つの高校が、その存亡をかけた、生徒同士の対決をすることとなる。奈良山高校 VS 歌森高校奈良山町に復元された、奈良山城を舞台に、工場戦で勝敗を決めることに。 奈良山高校は軟弱者だと見下す、文武領土の柏森高校を、俺たちには関係ないと突き放す、一部生徒たち。内遊外観の状況の中、奈良山高校を残したいという願いを叶えるために、一人の怠け者は、切れ者としての実力をあらわにした。奈良山高校 VS 桜川高校。水雷館長というゲームを用いて、勝敗を決めることに、 カシモリ高校との勝負を決した奈良山高校。次なる相手の桜川高校は、調略を仕掛けてくる強敵であった。情報戦に、心理戦。作望を制するのは、奈良山軍師、諸巧妙なのか、あるいは、桜川軍師、大西幸恵なのか。最後まで気を抜けない対決が、ここに始まった。カシモリ高校 VS 桜川高校の前半戦。 諸事情あって、二校の対決プロデュースを任されてしまった、奈良山高校生徒会の面々だが、後半戦のモノポリーを優位に導くために、数々のミニゲームで争う両校の生徒たち。対決の中で繰り広げられる、成長、友情、そして恋愛の物語。勝利の神様はどちらに微笑むのか。死の合併問題をも左右する戦が、ここに始まった。 柏森高校 VS 桜川高校の後半戦。四冠においては、前半戦で獲得した物件やポイントをもとに、実物モノポリーで決着をつけることに。どちらが勝利するのか、そして恋愛模様の行く先は、生徒たちの、高校の、そして、死の未来へとつながるラストゲーム。最後の王子かけ、ここにスタート。一芸クラブに、正気あり。 2008年11月1日刊 ISBN978 から4から04から425723から1忍者ガールで罠を張れ2009年3月1日刊 ISBN978 から4から04から425724から8軍資ゲームの裏を読め2009年8月1日刊 ISBN 978から4から04から425,725から5逆転プランの因あり。 2 0 0 9年12月1日刊 ISBN978 から4から04から42万5726から22011年4月発売 ISBN978 から4から04から72 7229から32012年2月発売 ISBN978 から4から04から72万7821から9ありがとうございます